190cm、104.0kg、K-1 ワールドグランプリ2001 in 大阪、第3位、エベンジェル・フォンテス・ブラック。恐るべき膝蹴りの威力は火を吹くのか、エベンジェル・フォンテス・ブラガ。赤コーナー、185cm、100.4kg、K-1 ジャパングランプリ99-2000王者、ムサシ。 K-1 日本最強の名にかけてムサシ。第1ラウンド3分が始まった。赤日本最強、こちらがムサシ、青いグローブがエベンゼール・フォンテス・ブラがブラジル。武蔵本人は異種格闘技、つまり K-1 のプライドのためにも負けるわけにはいかない、そう話した今日の試合です。さあ左のミドルが入っていった、ワンツー返したブラガ、膝が入る、すぐに体を密着させる。館長、はい、武蔵対ブラガ、本当に楽しみなカードなんです。そうですね、一瞬たりとも気を抜けませんね。ブラガ選手は一発のパンチと一発の蹴り持ってますからね。はい、そしてこの打撃のテクニックですよ、福留さん、はい、打撃が本当にうまいですね、ブラガ。このワンツーからの首相撲、膝蹴り、はい、これが一番注意ですね、はい、隙があったら武蔵は入り込んでくる、だから俺は絶対に隙を見せない、そう話したブラガ、左のストレートを放ちました、武蔵、ワンツーから、中途半端な距離を残すと危ないと武蔵は話をしました、左の方にヒットした、ボディー狙っていく。なんといってもブラガは4月日本期待のグレート草津を得意の膝蹴りと右のストレートで攻め立てました。あの威力、 K-1 初参戦とは思えなかった。ローから今度は武蔵がストレート、左に吹く、左、いいストレートですね、いいですね、ブラガ選手打たれ強いですからね、はい、今のハイは完璧に見切っています。油断しちゃダメですよ、はい、いつブラガの膝が出るのか、この辺りはすぐに密着させます。福留さん、はい、この辺りも膝蹴り対策は十分ですね。そうですね、不用意に接近すると危ないんで、はい、気をつけないといけないと思いますけども、はい、すぐにピタリとくっついていきます。4月に、まあ、ブラガ選手、草津選手と戦ったんですけども、草津選手があのかなりあの気合で圧倒されましたからね、はい、あの後怖かったって言ってましたね。あの最初見合った時にもう恐怖感、はい、飲まれてしまったと話をしています、はい、グレート草津。武蔵はサウスポに構えるとブラガの得意な右来ますからね、はい、今の左ミドル来ましたよ、聞いてますか、ブラガ動き止まりました、左ショートクカウンター狙っていた武蔵、いやよく見ています。ただ久しぶりにこの武蔵のパンチの冴え、いいですね、見てます、強くなってますね、強くなってますね、今サウスポー武蔵ミドルが効いてますよ、左あのミドルがあるからストレート入るんですね、はい、裏側も相当意識してますね、そのミドルをね、回り込んで今度右です、ジャブでちょっと相手を威嚇しといて、そして今度はクリンチ、ブラガの得意な膝には持ってこさせません。それにしても一つ一つのパンチの時にシュッシュッと息を漏らす武蔵の声。さあラスト30秒、ラスト30秒、膝が入った、膝、何かブラガのお株を奪うような、倒していく、今一瞬ブラガ、おっと押さえつけに入りましたよ、これはダメですよ、これは、福留さん、はい、ブラガらしいですね、ここが怖いですね、ちょっと今今頭打った、ね、頭打ちましたね、押し倒しました、これはどうだ、ジャッジの裁定はどうなるか、今押し倒して、まあ、当たりましたね、行きましたね、河村さん、はい、今注意1が入りましたね、注意1ですか、はい、はい、さあこのシーンです、じっくりご覧いただきましょう、サボりいってますね、サボりに行って、そしてこの反動で、頭が打っ、そうですね、顔をくっつけて、はい、その上に乗っけてますから、ダブルで頭にいきましたね、立ち上がりました。さあちょっとこの脳が揺れてる状態でなければいいんですが、ちょっとね、ちょっとまだふらついてますね、回復を待ちます。ニュートラルコーナーで今座って少し休息を入れてダメージの回復を待ちます。河村さん、ブラガサイドですが、注意1はもらいましたが、とにかく気にせず、武蔵のことは気にするな、すぐ試合を始められるようにしろという指示が出ていました。わかりました。それでは1ラウンド、2分45秒より試合を再開いたします。
ワン交渉、中日続行します。さあ第1ラウンド2分45秒から再開されました。ブラガがラストファイトを見せた。押し倒してもうその脳震盪の状態収まったのが武蔵。ロー蹴っていく。残り10秒切っている。右のストレート伸びていく。ブラガ思わなくせんとかた左打っていく。怒りのパンチだ武蔵。第1ラウンド終了。それにしても驚くべき第1ラウンドの展開になりました。でもこれがまあブラガの本性というか、はい、やっぱりそういうあのラフファイトの中で流れを作っていくということですね。武蔵選手はまあ絶対切るじゃダメですね。第2ラウンド3分が始まりました。第1ラウンドにブラガがもつれ合って押し倒し、その瞬間に武蔵がマットに頭を打ち付けられました。しばらくダメージの回復を待った。さあ第2ラウンド、サウスポーで構える武蔵、赤いグローブ、日本最強です。ミドル膝でカットしていきました。うまいですね。珍しいカットですね。これムエタイではあるんですよ。あ、そうですか。ブラガのジムはあのムエタイやってますから、はい。今武蔵の左がブラガの方のあたり捉えました。河村さん、武蔵サイドですがね、はい、作戦変えましたね。変えた。第1ラウンド途中までは先に行けという指示が出てなかったんですが、あのアクシデントの後、5ラウンドで勝つつもりで行けと。あ、なるほど、はい、トータルで行けと、はい、ドクターによると行けるということです。あ、そうですか、はい、しばらくダメージの回復を待ちました、はい、どうぞ。ずっと気をつけなくちゃいけないですよ武蔵ね、そうですね、こんな突っ込んだら頭から来ますから、はい、河村さん、一方のブラガサイドですが、武蔵の左に気をつけろという指示が盛んに出ています。なるほど、やっぱり注意すべきは左。そうですね、左のストレート、左のミドルですね、第1ラウンドから再三受けました。ブラガショータが見せる。おっと右ショートフ見せれた。この右気をつけないとね、はい、あのバーリトゥードでは桜庭和志とも対戦、苦しい戦いを見せつけた、苦しめたブラガです。どうするか、間を詰めていく。武蔵は今度は5ラウンドトータルで戦っていくという指示が飛んだといいます。密着する。先ほどは第1ラウンド、その倒した時にはレフリー、そしてレフリーから注意1、今度また注意受けますと警告になります。おっと、パンチ受けた、危ない、右の範囲、あの右は向けちゃダメですよ、勝つのパワー持ってますから。さあダメージはもう残っていないが大丈夫か。武蔵ローを受ける。ディフェンスがちょっと危なくなってきたが、今の右左、これですね、本当に武蔵は意思格闘技戦のつもりで戦わないとダメです、ね、そうですね、いや、そのつもりだと思いますよ、アクシデントも何があるか分からない。ボディ効いてますね、効いてますか、あと館長、ブラガの身の脇腹ずいぶん赤くなってきました、あのね、左のミドルと左のボディパンチ効いてます、効いてますね、さあラフファイトの前に屈するわけにはいかない。左のボディパンチ狙ってった。この辺が武蔵の進歩ですよね、ボディが打てるようになったということですね、はい、ブラガの右持ってながらもね、はい、右を警戒しなくちゃいけないのにボディが打てるということですね、はい、ショートレンジで打ち合っていきます。ショートレンジで打ち合っていく。ちょっと向きになってきたか、ね、武蔵もちょっとね、向きになってきた、ちょっと向きになりましたね、右のロー、そして詰めていく。ただ福留さん、はい、このプレッシャー、ブラガすごいですね。そうですね、ただこれに負けない武蔵選手の野生味というか、はい、野生の武蔵を見たいですね、そうですね、テクニックだけではないスプリットを見せてくれ武蔵。4月にホースト選手に前線したんで、はい、今回の試合は本当に進化が問われる試合なんですね、入れ替えて前蹴り、相手を近づけないサウスポースタイル武蔵。さあドビー抜きだ、受けた、さあダウンだ、ショートレンジで受けた、顔面に受けた。武蔵立てるか、立てるか、あのね、切れたらダメですよ、危ない危ない、浦賀選手右持ってますから。日本の K-1 の看板を背負って第2ラウンド終了。ダウンを奪われた武蔵。第2ラウンドダウンを受けた武蔵、左のこのフックです。館長、ちょっと隙を突かれましたか。そうですね、これ福留さん、おそらく死角から飛び出してくるようなパンチなんでしょうね。そうですね、ちょっと交通事故みたいな、そうですね、パンと出会い頭のパンチでしたね、はい、思い切って振り回してきますからね、振り回してきますね、ちょうどブラインドから飛び込んできた。第1ラウンドには武蔵がブラガに押し倒され、第2ラウンドは武蔵がダウンを奪われた。さあ第3ラウンド3分5ラウンド制です。武蔵がよもやのダウン、右だ、ね、右だ、ダメですよ、どうする。武蔵立てるか、どうだ、これは違う、ノーダウンです。今ちょっと首伏せられるような形になりました。今のはダウンではありません。さあ今度は右飛んでいく。ブラガパンチが伸びていきます。右危ない、左のパンチを受けた。この打撃のうまさ、ね、素晴らしさ、ガードが甘いですから追い詰める、返す、左膝、ちょっと今バッティングがあったか、武蔵が顔をしかめました。第2ラウンドには武蔵ダウンを奪われた。
仙台グランディ21位、お客さんの声援はほとんど武蔵飛んでいます。武蔵選手もっと距離を取って戦いたいですね、相手の距離に詰められてますんで、はい、それでしゃいなりアッパー入っている、打ち合っている、打ち合ってる、ちょっと打ち合ってるけどもね、村川選手打たれずですよ、当たってるんですけどね、はい、ただブラガもカウンター気味によく見ています。武蔵選手パンチだけで頼ってますんで、もっとローキックを多用したいですね、はい、今のロー良かったですよ、はい、これちょっと武蔵が向きになっていますね、はい、でもいいですね、こういうあの向きになった武蔵っていうのね、久々に見ました。久々ですから、日本最強の名に恥じない戦いをしたい、そう話した武蔵、あえてショートレンジの打ち合い挑まれて、そして挑んでいます。左ワンツー、いい感じ入ってますよ、ボディ入って、ボディ入った、ブラがちょっと顔をかがめた、ね、効いてますよ、ボディ、ローキック、ブラが選手の右のローがちょっと効いてますね。あ、なるほど、ローあのね、草選手も言ってたんですけど、ブラガ選手の右のローが効いたって言ってましたね。なるほど、思った以上にあのやっぱ重たいんですね、やり飛び込んでいく武蔵選手の左の太ももがかなり放てますから、はい、ちょっと赤くなってますね、さあどうだ、まさにローパンチ、掴んだ、さあ掴んで打ち合い、足を掴んでのパンチ、攻撃は1回もなりません。石格闘技戦ですね、石格闘技です、これはお互いのプライドだ、バーリクールのプライドか、ケバのプライドか、飛び込んでいく、体を密着させる、武蔵が牙を剥いた。村川選手はね、あの船木選手もボコボコにしてますしね、はい、本当にいい試合してますし、あのね、すごい実力者なんですよね、はい、あの桜庭も崩しめられました、そうですね、柴田選手とも、同じチーム、ミドルが大歓声だ、だから決して離れてダメですよ、抜いちゃダメですよね、組んだ時抜いちゃダメなんですよ、そうですね、組んだ時は要注意です、左のショートパンチが当たった、おっと今ブレイクの前にブラが殴ろうとしましたよ、そうですね、恐ろしい投手です、自分は倒されたんだよ、バッキック、第3ラウンド終了、ます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 お互いの看板背負いながらの試合になってまいりました。この武蔵の左のハイキック顔面、ここでグラッときたんですがすぐに返していったブラが、この投手です、福留さん、これはすごいですね、技をもらっても掴んで返していく、この投手パワーがすごいですね、すごいです、第4ラウンド残り2ラウンドになりました。第1ラウンドはブラガが武蔵を押し倒し、そして頭を打ちつけた武蔵、注意がありました。第2ラウンドは武蔵がダウンを奪われた、返していく、左ミドル、いいですね、ボディ、そして左右ワンツー、ブラ返す、前蹴り、この辺りも詰めてくる前蹴り、すぐに密着します。田村さん、ここまで、はい、ブラガサイド、足を使えという指示が出ていました。足が止まっているように見えているようです。なるほど、もっと足技を使っていく、ローキック、このローですね、福留さん、これね、結構パワーあるんですよ、ありますね、みるみる間に武蔵の左の太もも赤く変わってきました。ローキックに注意したい、左のジャブを出していく、今度はミドルからハイという攻撃、まだ静かなこのラウンドの立ち上がりです。さあどうする、詰めていくブラガ、武蔵がまっすぐ下がっていきます。さあどうだ、はい、ただガードしているブラガの表情はほとんど変わりません。この後の8月のジャパングランプリ決勝トーナメントに選んでいる、ショートパイドリー、はい、ワンツーですよ、いいですね、アッパー突き上げてからね、はい、このでもブラガ選手倒れないですね、はい、福留さん、今のアッパーが今年から武蔵選手新しく覚えてる技なんですね。なるほど、出てくるところの膝、ただブラガの表情は変わらない、左、なるほど、あのショートアッパー左右、武蔵選手実は5月に単身タイに渡りまして、で無敵の現役の王者と特訓してますからね、はい、で今日もあの天下王が膝蹴りすごくいいですね。なるほど、膝蹴り、また飛び込んでの膝があります。そうですね、あと前蹴りをかなり特訓したと言ってましたね、はい、ガードはしていますが鈍い音です。今のハイキック、一度ガードを下げた、勢い入れるミドル、これが武蔵のタイミングなんです。りましたよ、さあストレート、ブラが止まった、ブラが止まった、膝、はい、見せかけてのミドルですね、はい、あの一度だらりと下げて巻いとるんですよね、マスピース、ブラガー選手吐き出しますからね、苦しくなっている、もう一発ボディ入れたいですね、はい、狙いすませるか武蔵、回って、明らかにブラガーの右肘のガード下がりましたね、膝、
この突進ですよ。危ないです、これ危ない。ここはもう武蔵選手喧嘩のつもりでやらないとダメですからね、投資向きです。テクニックは勝つためにある、武蔵はそう話をしました。はい、さあ手数で左、そして右のフックはちょっと後頭部のあたり武蔵に当たりました。ミドル、ボディ止まった止まった、武蔵さあ前に出したここですよ、ミドル決まった、どうだ、もう一発さらに止まった止まった、いけるか、左ミドルいけるか、武蔵選手行かないと抱き合った、ブラが止まっている、ブラが止まっている、完璧に苦しい、ここで第4ラウンド終了、行きたかった、ここでした、さあ武蔵、先ほどは果敢にミドルを打っていた、明らかにラウンド終盤のミドルはブラガの足を止めました。最終ラウンド、この試合残りは3分です。大歓声グランディ21、武蔵を後押しする、ブラガは先ほどミドルだ、パンチはガードしています、パンチはガードしています、赤いグローブ武蔵、日本王者ロー、左のミドル、ここです、はい止まった、嫌がってますよ、嫌がってます、ブロックの上からでも嫌がってますから、はい、もう一発クリーンに当たれば倒れますね、うん、いけるいける、そういう声がセコンドから、いや会場のお客さんからも飛んでいます。30秒経過しています、詰めていくブラガー、青いグローブ、さあどうだ、詰められた、危ない、右のショート、このショートですね、右のショートパンチですね、川村さん、はい、武蔵サイドですね、あのアクシデントの不安はもうありませんね、蹴れば勝てる、そんな声が飛んでます。そうですか、不安はない、ダメージはない。第1ラウンドちょっとブラガのラフファイトがありました、第2ラウンドは武蔵がダウンを奪われ、そして第4ラウンドにはミドル打ち込んでった、うん、ボディブロー打ちたいですねパンチで、ハイダー、顔面を捉える、膝いっか、膝にいっか、今度はどうする、狙いしました、ね、右のミドル、右のミドル、今大ソロキスになった、まずアウトサイドです、ね、出てきた時の手探りがまた効果的ですね、さああと一撃、あとは二撃でしょうかね、うん、さあどうだ、ここでボディ決めたいね、決めたい、決めたい、ブラが完璧止まっています、ブラが止まっている、ミドル転がっている、ショートアッパー、アッパーは今空を切りました、さあブレイクしてブラが出てくるところ狙いします、武蔵次の一撃です、息を殺してみましょう、いやどうだ、ミドル、ミドルです、サウスポーにスイッチした、また武蔵右のフック、ブラガが、ね、右のパンチ打てなくなりましたね、右が打つとですね、はい、ちょうど右の脇からボディが開くんですね、そこに蹴りもらうの怖いんで、はい、なかなか出ないですね、武蔵も明らかにその瞬間狙ってますね、狙ってます、右台のワンツー、ただブラガのパンチはダメージのせいでしょうか、正確さを欠いてきました、残り1分です、残り1分、ボディを狙っていく、明らかに武蔵はブラガのボディ狙っている、あの左のミドルキックがレバーだけじゃなくて腕に決まってるんですね、はい、それで右のパンチが殺してるんですね、ミドルこれですね、ミドル、さあ追い詰められる、すぐにクリンチ、残り40秒です、残り40秒、果たして果たしてこの激しい戦いどういう出生図、回り込む回り込む回り込んで、その後いけるか、危ない、体をつける、残り30秒切った、残り30秒切った、第1ラウンドのブラガの押し倒しから始まった今日の試合、さあダウンを奪われてるのは武蔵、さあ止めたのは武蔵、さあどうだ、左右左右、危ない危ない危ない、この状態でも打っていきますブラガ、残り10秒切った、残り10秒切った、さあどうだ、ダウンを奪われてる武蔵、ボディ来ましたよ、ブラガの右の脇腹アタック変わっています、ハイキック空いたところ、ここはガードしています、ここで試合終了、最後は両者抱き合いました、なんという激しい試合でしょう、どういう判定採点が下されるのか、武蔵かブラガか、判定の時を待ちます、判定の結果をお伝えします、いよいよ判定です、島津48対47、赤武蔵、武蔵にまず1票、2票獲得すれば勝者が決まります、48対48、ドロー、2人目はドロー、さあ3人目に全てかかります、48対
48ドロー、ドロー武蔵に1票、2票以上の獲得で勝者が決まりますので、武蔵には1票しかありません。ということでこの試合は引き分けドローということになりました。